アイテム番号 SCP-069JTJ。 オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコルその秘匿性に反して、SCP-069JTJ の収容には過度の施錠、警備は逆効果となります。SCP-069JTJ は常に、現状の管理責任者が日常的に使用している部屋の中での保管が必要です。部屋は所有者自らの手によって、清潔に清掃、整理整頓されていなければなりません。SCP-069JTJ は寝台とマットレスとの間、何年も配置変更が行われておらず、今後も行われないことが確実なデスクの引き出しの裏。管理責任者以外はもちろん、管理責任者自身が手に取る気も起こらないような、本棚の専門書の的にさりげなく配置し、電子的なデータの場合は DNQD データ引き継ぎ課題ノート発掘 NCNQPROGRAMFILESNTESTN 仮置き課題2001作成途中データ新しいフォルダ69に保存し、使用後は最近使ったファイルの履歴を削除しなければなりません。説明。SCP-069JTJ はいくつかの雑誌、単行本、電子媒体、および、削除済み、自作の、削除済み、などで構成されたアイテム群です。SCP-069JTJ の異常な特性として、特別収容プロトコルに基づく隠蔽措置が十分でなかった場合、管理責任者の不在時に、自動的に整理された状態で机の上に出現することが判明しています。また、最悪の場合 SCP-069JTJ 自体が遺失してしまう可能性も示唆されており、どちらも深刻な収容違反につながりかねません。万が一収容違反が発生した場合、所有者のみならずその近親者にも精神的外傷をもたらし、また周囲からの所有者自体の人格、評価にも影響を及ぼす恐れがあるため、上位権限存在である OKA3 による懲罰が課せられます。過去に O5 が収容違反を引き起こした際も、この処罰は厳密に適用されました。詳細は SCP-069JTJ、O5、囚人監視状況下での音読記録を参照してください。過去の処罰内容、尋問部隊費、37、家族会議の招集、SCP-069JT に使用されたと思われる経費の削減、供給停止、晩ご飯の供給停止、友好的な関係を築いていた、からの侮蔑、罵倒、OKA3 からの過度に優しい言葉、財団からの自主的退去勧告。以下の項目は機密指定です。プラグマティズム 69JT 精神鑑定を受け、クリアした職員のみアクセスしてください。確認中、承認されました。心身の異常を感じた場合は直ちに閲覧を中止してください。アイテム番号 SCP-069JTJ。 オブジェクトクラス、R18、ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-069JTJ 自体はサイト8181の定期見物保管庫に保存しています。持ち出しは一切許可されません。プラグマティズム 69JT 精神鑑定をクリアした職員は、1日1時間に限り SCP-069JTJ のインストールされたネットワークに接続されていない専用パソコン端末にてプレイすることが可能です。その際、作中のイベントをレポートにして提出してください。効果的ならば描画しても問題ありません。また週に一度は再度の精神鑑定を実施してください。なお、プラグマティズム 69JT 精神鑑定をクリアしていても、18歳未満の職員のプレイは許可されていません。概要 SCP-069JTJ は同人作成された、100枚の CD プレスの R18 アダルトゲームです。201。今年12月31日に日本で開催された COMICMARKET にて回収されました。パッケージには、シスター・オブ・クリーチャー・プライベート・スクールと記載されています。製造元、サークルの記載はありません。
価格は1500円でした。SCP-69JPJ はイベントの1ヶ月半前、私的理由で事前発売されていたカタログを購入した。職員が偶然発見しましたが、財団の努力にもかかわらず、開催日までに作成者、制作委託業者の判明には至りませんでした。イベントの中止は SCP-69JPJ の回収が不可能になる可能性が危惧されたため、当日職員50名、前日からの徹夜組8名、3名のサークル参加者を含む、で構成された購入部隊費、9、5択警備員を投入し、無事すべての SCP-69JPJ の回収に成功しました。SCP-69JPJ の内容は財団を極端に疑惑したものですが、一般社会に財団の存在が露見する危険性が十分にあります。それに加え、倫理意識の高い人物、もしくは性的なものに極度の嫌悪感を持つ人物が SCP-69JPJ が財団、および SCP を性的に揶揄した存在だと認識しただけで、5分以内に血圧が急激に上昇し、最悪の場合重度の脳溢血を引き起こすことが分かっています。一方で、長時間プレイした一部の職員には、顕著なゲームに対する中毒症状と認識能力の低下が見られました。実際に収容されている多くの SCP とのキス、抱擁、映画館や遊園地でのデートは大規模な収容違反を起こす可能性があります。事例 SCP-69J3 を考慮に入れずとも、現実の SCP-173 とデートの約束をすることは危険が伴うでしょう。上記により、倫理意識の高い財団職員、逆に過度の OTA 経由趣味を持つ職員の PLAY は推奨されません。これらの特性により、ダミーの SCP-69JPJ の報告書と、プラグマティズム 69JP 精神鑑定、特別収容プロトコルによるプレイ時間の制限が設定されました。ゲーム自体は恋愛 SLG に FPS とローグライクゲームが混成されたシステムで、パッケージにはワンダリングヒロインシステムと記載されています。起動するごとにマップが自動的に再構成され、授業等の教室も常に変更されるため、どこに行けばどのキャラクターと遭遇し、イベントが発生するかの法則性は全く判明していません。そもそもキャラクターの反応も法則性を見出せていません。マップは非常に広大ですが全て学園内とされているようです。SCP-69JPJ のプログラム解析は全て拒絶されました。また、映像装置による録画の試みは不可解な原因により成功していません。ヒロインの見た目は観測者によって認識が変わることが確かめられています。多くの職員は出席番号173を制服にパーカー付けのジャケットを羽織った女の子と認識しましたが、B 博士はスカートを履いた石像のようだと表現しました。B 博士は感受性が基準値より低いことが確認されています。事例 SCP-69J3。B 博士が SCP-173 にデートの誘いをかけようとし、収容違反の一歩手前で食い止められました。B 博士は SCP-69JPJ から引き離され、精神療法と A クラス記憶処理を受けました。SCP-69JPJ 初回プレイ時の案内、何も入力をしないと、5秒後に音声付けの案内デモが流れ始める。私立クリーチャー学園は全寮制のエスカレーター式一貫名門私立校、入学するのも卒業するのも、至難の業なはずの学校なのだけど、全世界津々浦々から個性的な才能や能力を持った女の子を財団職員先生たちが集めているから現在の在籍数は2以上、スタック中。もちろん全ての女の子が攻略可能。でもご用心、あんまり馴染めなかったり地味だったり、むやみに暴れるような子は、いつの間にか退学や行方不明になっちゃう不思議な学校でもあるの。先生方は格好良かったりワイルドだったり可愛かったりするけれど、やっぱりみんな同年代の男の子が気になるお年頃。そんなある日、学園に突然男子生徒の転校生が入ってくることが分かって、さあ一度きりの青春、イケてる女の子たちとハラハラドキドキの学園生活を謳歌しよう。中。このデモ音声に対応する声優は判明してません。主人公のあなたは死なないこと以外は何の変哲もない。ちょっと B 元 H な高校生。
落第続きで男子校の熱血対応に行くかの二択を迫られたあなたは、いやおうもなく初の男子生徒として、くせ者の女の子でひしめく私立クリーチャー学園に乗り込むことになったのでした。主人公、プレイヤーの操作する主人公は一人称視点のため全身は見えません。身体的なダメージには非常に強い描写がありますが、それでも頻繁に、削除済み、します。登場女子キャラクター一覧、一部抜粋。現状作中に出現しておらず、会話のみで判明しているキャラクターも含みます。発言時には立ち絵が表示されます。会話ウィンドウには出席番号のみが表示されます。うちは会話内での故障です。以下は比較的頻繁に遭遇。言及されるキャラクターです。出席番号、173、173。よく教室の隅でじっとしています。好感度が低いうちは視線を向けただけで睨んできて、油断して目をそらした瞬間、平手打ちで首をへし折ってきます。好感度が高くなると主人公がずっと自分のことを見つめてくれないと嫉妬して、平手打ちで首をへし折ってきます。出席番号、131、A、131、B、糸仕事最価値庫。オレンジと黄色の髪色以外は売り二つの、ショートカットにアホ毛を生やした双子の女の子。どちらも前髪で片目が隠れています。初期から主人公に好感を持って接してくれますが、無口です。出席番号、096、シャイ子さん、恥ずかしがり屋で。出席番号、076、アベコ、目つきの悪い黒髪、オリーブ色の肌。全身の入れ墨とマニアックな女の子です。トカゲ子、口述、と匹敵するほど身体能力が高く、よくライバルとしてキャットファイトをしている描写が散見されています。出席番号、073。作中で名前を呼ばれていません。アベコの姉のようです。妹のことは隅々まで知っている。と豪語している肉食系女子です。出席番号、682。トカゲ子。漆黒の制服に身を包んだ黒髪長髪の女の子。異常な破壊力を持っている学園全体のスケバン的な存在ですが、他の女生徒とは群れず、一人で学園の体制に対抗しています。身体能力が好評で退学にもなれないため、学園を壊滅させて抜け出そうとしていますが、主人公や職員たちがけしかける無限脇使い捨て D クラス用務員たちに取り押さえられ、様々なセクハラまがいの鎮圧をされては、お前ら最低だ。と涙目になっています。また、自分を怖がらない下級生の幼女や出席番号、999のくすぐりまな不定型娘に弱かったりという可愛い面もあるようです。出席番号、1048、熊子、可愛いテディベアの着ぐるみを着た、愛らしい女の子です。ダンスの得意で妹が3人いるようです。以下は特定のフラグをクリアした際にできたルートで遭遇した生徒です。61回目のプレイ時、初等部の生成が確認され、通常確認できなかった以下の女生徒が確認できました。窓の外から様子を伺う形となり、主人公との接触には至りませんでした。また、タイトル画面のこのゲームに登場する女の子ハミ、な、18歳以上だよ、という文言が再度表示されました。教室は視聴覚室のようで、教室の隅のテレビにピエロのようなキャラクターが映っていますが、誰も注目していません。出席番号、040、40。ピンクの髪に左目の白幕が黒変した外見で、3匹のポケットモンスターのようなクリーチャーを連れています。出席番号、053。作中で名前を呼ばれていません。通常の変哲のない白人の幼女に見えます。トカゲの絵を描いていました。出席番号、239、魔女子ちゃん。アルビノの白人の幼女に見えます。魔法のステッキで周りの女生徒にお菓子を出現させていました。出席番号、134。ステラ作中で名前を呼んではいけないようです。黒髪短髪の瞳が特徴的なアジア人女性です。の絵の洋服を着ています。名前を呼んだ NPC の職員は、どこかに連れて行かれ戻ってきませんでした。
出席番号231。作中で名前を呼ばれていません。噂話で言及されました。お嬢様のようですが、病弱で授業に出てきていません。常に6人のボディーガードがつきっきりで守っているのだそうです。チョコチップクッキーが好物とのことです。出席番号1002。作中で名前を呼ばれていません。ミニスカートの父兄の影の身が観測されましたが、一瞬風紀委員の腕章が見えたため女性とのようですにする事例が発生と、主人公を容赦なく削除済みしました。182回目のプレイ時、飼育係を手伝うイベントが初めて発生し、巨大な飼育小屋区画に移動しました。飼育小屋の内外に本当にたくさんの猫耳、犬耳、その他獣耳の女性とのグラフィックが表示されましたが、合言葉は一括して、ワンワンニャーニャーバウワウヒヒインキータスケコナイのキャンキャンニャーニャーお母さんがお、などと表示され、生徒の特定はできませんでした。出席番号、935、クミホ、黒髪のアジア人女性で主人公に対して非常に高圧的ですが、自分で選択をするなど家庭的なところもあるようです。官服に狐耳や尻尾を不定期に生やしていますが、それを指摘すると怒ります。犬が大の苦手のようです。出席番号、1845、略、飼育係の王、略、主人公に対して非常に尊大です。今までに4人の職員が遭遇しましたが、1名は狐耳の少女、1名は狐そのもの、2名は獣人として観測しています。出席番号、811、あえちゃん、生物準備室がマップで生成された際、奥の水槽を調べたところ出現しました。制服は着ていますが、爬虫類のような肌をしています。主人公とちぐはぐな談笑をした後に空腹を訴え、主人公は、削除済み、されました。出席番号、524、ウォルター、バニーガールです。腹ペコキャラらしく、いくつかの飼育小屋と女性と、マップのグラフィックテクスチャと主人公を飲み込みました。その他、出席番号、1733、体育館が形成された際、中でバスケ部が練習をしていると必ず出会う某一種な女子バスケ部員です。なぜか以前遭遇したフラグがリセットされないようでした。出席番号、447、作中で名前を呼ばれていません。出席番号、999の色違いのような緑髪の爽やかなスライム娘です。出席番号、953、作中で名前を呼ばれていません。トランプを使用したカードゲームが得意な子です。出席番号、シスター、反則。わーい、セクシャルテインメント博士限定版シスター、コレクションは現在絶賛開発中だよ。いろんなシスターを全部集めてシスター、コレクターになっちゃおう。買ってね。同様の製品が実際に販売されていないか、常に捜索されています。出席番号、シスター、全裸。削除済み。他にも一度のみ出現した女生徒が多数存在しますが、正体不明のまま主人公が削除済みされた。会話がなく外見も特徴的でなく、そのまま転校してしまったなどの理由で記録されていません。また海岸や宇宙空間や近未来的背景のマップもあることが確認されていますが、まだ行く方法は判明していません。その他、以下はパッケージに記載されていましたが、いずれも確認されていません。好感度と別に設定されたドキドキ110問トーク、ポイントを貯めると、削除済み、ふんだんに盛り込まれたカバーストーリー、重厚な XK、シナリオ、どの子を終了しちゃうも、どの子に終了されちゃうも思いのまま。ほい、第458回。また、削除済み。して終了。今回は5限目まで持ちこたえたけど、これだけやってガチエロな CG でないとか、これ R。15にクラス変更した方がいいんじゃないかね、と思います。職員。収容から、1ヶ月現在。
CG の達成率は 2% です。さらなる内容は引き続き調査中です。